宇佐市四日市本町通りの門前広場前に去年12月にオープンしたおやつ堂タイム。宇佐では白あんのたい焼きが人気だそうです。それではおやつ堂タイムさんの20秒チェックスタート。入り口には正面から見たたい焼きの珍しいデザイン。お店はこんにちは、白い壁に大きな時計とお魚とクジラが描かれてます。そしてこちらで注文するんでしょうか。ホーロー粉の看板があって懐かしいですね。前にはたい焼き器、楽しみです。お客様の反応はいかがですか。そうですね、薄皮たい焼きっていうのがなかなか珍しいので、結構皆さんあんがぎっしり入っているということで好まれて買われる方が結構いらっしゃいます。正面から見たあれはたい焼きですよね。そうですね、3人目です。私割とすぐ気がつけましたけどねそしてお店ですけど明るくて、はい、デザインもかなり可愛らしい感じですね。そうですね、うん、焼き上がるのに6分ほどお時間いただくので、お店の中もちょっと6分間の間をいかに楽しんでもらえるかっていう工夫をちょっと2人で考えて、はい、たい焼きが薄皮、はい、一口目にどこを噛んでも必ず具に当たるように薄皮になっておりますので、まず小倉からどうぞ。もう定番ですよね、はい、結構熱いですね。やっぱりそうですね、皆さん迷われるんじゃないですか、どこから食べるか問題。そうです ね、はい、私はちなみに尻尾からいただくんですけどおお、うん、ぎっしり詰まってます。すごい、尻尾までぎっしり。やっぱり売りですか。そうですね、はい、なのでどこからかじっていただいても必ず中身の餡にたどり着くと思います。甘さがちょうどいいですね。そうですね、少し控えめになってると思います、うん、あとね、皮がパリッパリなんですよ。そうですね、当店薄皮になってますので、はい。そしてこちらがおすすめのジャーマンポテトでございます。来ましたね、私も気になってました。珍しいですよね、ジャーマンポテトってたい焼きで、はい、うん、いけますね、はい、おいしい。わ、ちょっとピリッとスパイシーですね、はい、うん、こちらもまたたっぷりと具材が入ってますけど何が入ってるんですか。じゃがいもとベーコンが主に入っております、うん、はい、ピリッと効いてるんですけど、はい、こちらはメキシカンチリソースが中に入っております。うん、これはちょっと止まらない美味しさですね、はい。ジャーマンポテトと合わせまして、わらび餅ドリンクも当店で取り扱ってますので、ぜひ当店で使っている小倉を使用した小豆ミルクになります。うん、うん、優しい甘さですね。そうですね。わ、ちょうどいい。小豆の味わいもしっかりとあるんですけど、クリームがたっぷりと入っているので、程よくこうミルキーな感じになって、そうですね、これまたいいですね。はい、甘いドリンク飲んだら、このジャーマンポテト、そうですね、食べたくなりますね。セットで買われる方も多いんじゃないですか。そうですね、結構いらっしゃいますね、うん、